DeNA に買収されてベイスターズって暗黒時代を抜け出せたの。ここまで劇的に改善したぜ。5年もかかってるの。想像以上の問題だらけだったからな。じゃあ、どんな問題があったのか、早教えなさいよ。可愛いホッシーのぬいぐるみあげるから。よしわかった。ベイスターズには TBS 時代の負の遺産や、彼らが放置していた問題が山積みだった。なんか、いっぱいあるね。では、どのようにして暗黒時代を抜け出したのか、実際にあった問題と、その解決方法を語っていくから、お付き合いよろしくお願いしますだぜ。だぜ。球団株上との合意後、DeNA は先遣隊を球団事務所に派遣。しかし先遣隊は社内設備の古さに驚愕する。何があったの？先遣隊が職員室かと思った、というほど、机や設備が古い、職員一人一台のパソコンもなく、書類は手書き、手書きの稟議書を社内で回覧板のように回す、職員同士のスケジュール共有もされていないから、誰が何をやっているのかわからない。iPhone 4S が発売され、その容量が 16GB や 64GB の時代に、会社のサーバーの容量は 500MB、このような状態だから、ちょっとした仕事一つであっても、おばあちゃんが操作する ATM くらいスピードが遅い。あと、社内に会議室もなかった。TBS 時代に社内情報が外部に漏れることがあったけどさ、会議室もないなら、いろんな話が漏れて当然だ。何か、ちゃんと整っていた設備はなかったの。喫煙所だけはたくさんあった。だから、オフィス株を入れ替え、会議室も作り、職員にパソコンとスマホも支給、スケジュール共有も行った。新生ベイスターズは、まともに仕事をする最低限の設備作りからスタートした。そして、職員の面談もスタートしたぜ。誰かクビになっちゃうの？ TBS 時代に有能な人が去って、人手不足なのもあり、ほとんどのスタッフは、そのまま仕事継続だ。真面目にやってた職員さんは、仕事継続でよかったよ。ただ、ホッシーたちが解任されることになった。マルハ時代から、汚れさえ落としてもらえず、決して良い待遇とは言えなかったが、ひたむきに応援してきたホッシーが、卒業となった。ホッシーたちはどうなるの？自分たちの星に帰ったぜ。ホッシーがいないのは寂しいよ。ホッシーたちは、毎日ツイッターに回文を投稿しており、チーム低迷で精神的に来ていたと思われるから、休養させた方が良かったようだ。本当はグッズ売れてないから、ホッシーたちは、チームのために地球にペットを残してくれてな。ペットであるスターマンが新マスコットになったぜ。あら可愛い。頭と体のサイズがほぼ一緒という、女性受けするキャラクターの王道デザインで、グッズの売り上げを獲得していこうと計画するぜ。選手とは面談とかしなかったの？新たに社長に就任した池田純が、選手と話そうにも、選手に関する記録が一切なくて困った。記録がないとまずいの？どんな基準で、年俸査定をしていたかわからないからな。契約更改で下手を打つと、選手に不信感を持たれてしまう。それに選手起用でも問題が出てくるぜ。どんな問題さ？実際、チームに大きな痛手となった例がある。金城達彦がベイスターズに入団した頃、田代コーチは本能で打つタイプだから、細かいことを言って配管、と考え、本人が好きなように打たせた。しかし、選手データがないので、森監督が来ると、打率が良い金城に犠打を指示、本来の持ち味を失って、大きく調子を崩したぜ。コーチが監督に金城のことを追うべきでは、それはできないぜ。一軍監督に物を申せるのは、GM や役員クラスくらいだ。コーチ同士であっても、他のコーチ同士の指導に口を挟むと、何の権限があって口を出してくるんだ。となりもめる。そうなのか。このような事態を防ぐために、現場ではなく球団主導で、コーチを決めて意思の統一を図ったり、巡回コーチという役職を作って、この人は口を出す権限がある人ですよ、と、みんながわかるようにし、トラブルを防いでいる球団もある。なるほどねー。話を戻すが、池田社長は、すぐに記録作りを指示。また、ベイスターズは現場が壊滅状態だから、球団主導で人事をやってくぜ。まず、GM には高田茂が就任。高田 GM は球界から身を引き、奥さんと旅行したり、孫に野球を教えたり、のんびり過ごすつもりであったが、新オーナーの春田誠が説得、その熱意に押されて、GM となったぜ。今までは、アマチュア野球から GM を連れてきてたよね。そうなんだが、プロの現場を分かっていなくてな、監督の采配に口を出して、現場を混乱させてきた、TBS 側の良心的な人から、球団引き渡しの時、プロの GM が必要だ、とアドバイスをもらっていたのもあり、隠居中の高田茂にお願いをしたぜ。監督は誰になったの？監督選びは、この3人で協議を重ね、集客力や情報発信力なども考え、候補者を絞り込んでいったぜ。最初は、工藤公康に監督就任オファーをするが、コーチを自ら選びたい工藤側と、監督に人事権を与えたくない球団側で話は平行線となった。高田 GM は、工藤側との交渉が破談になることも考え、日頃から付き合いのある中畑清ともあって、本人の気持ちや、現在の状況を聞いていたぜ。高田 GM 抜かりがないね。ああ、だから工藤側との交渉が白紙になると、すぐに中畑清に正式オファーを出した。中畑清は、これを快諾すると、突然こう言われた。じゃあ、就任会見は明日だからよろしく。
ぶっつけ本番状態で会見に臨み、中畑清監督が誕生した。10月19日に球団株上との大筋合意がされてから、ここまで経ったの40日だ。目の回る忙しさだと思うけど、なんか明るくなっていきそうじゃない？ところが、時を同じくして横浜スタジアムの会長が、メディアに向かってこんな発言をする。ベイスターズは横浜から出ていけ。ホームレスになればいい。ベイスターズがいなくても何も困らない。ベイスターズを赤字にする元凶がここで姿を現すぜ。なんで、スタジアムが赤字の原因なの？使用料の高さに問題がある。横浜スタジアムは、年間で8億円以上の使用料がかかる。その上、チケット収益の 25% をスタジアム運営会社が持っていく。球場のスポンサー広告料も一切球団には入ってこないし、球場内の売店の売り上げも球団には入ってこない。何か、ベイスターズの利益になるものはないの？直営店のポップコーンがあるぜ。全然売れてなかったけどな。あのさ、なんで直営店でグッズ売らないの？それはわからない。誰にもわからない。じゃあ、グッズはどこで買うのさ？スタジアムから離れた場所にある小さな店で、アルミラックに乗せて売られているぜ。ちなみに、近所にあるタイガースショップの方が、広くて品揃えもいいぜ。スタジアムで販売している商品は、売れないポップコーン。グッズを買うのは、スタジアム外にある小さい店。バカなの？今気づいたのか？このように、ハマスタは使用料が高い上に、客単価もアップできない状態だった。なんでそんな契約してんのさ？ハマスタは、地元の企業や個人が出資者となり、横浜に移転してくる太陽ホエールズのために作られた。ホエールズとしては願ってもない話だから、出資者優先の契約をしてしまったわけだ。さっき出ていけ、とか言ってた人は何なの？ハマスタ運営会社の会長、藤木幸男だ。父親は稲川会計梅地一家の初代総長、藤木幸男本人も尊敬する人は山口組三代目組長と言ってる。割とあっち側臭い人間だ。藤木はハマスタ建設に関わってないが、財政回避の影響が強い人物だから、会長職に置かれてる。で、DeNA がハマスタ使用料の減額を願い出たから、牽制をしてきたわけだ。TBS も球場使用料には参っていてな。藤木を球団の取締役にして、役員報酬を渡すことで、スタジアム使用に融通を利かせようとしたが、何にも効果はなかった。DeNA はどうすんの？藤木を無視した。藤木は会長ではあるが、代表権のない外部の人間だから、DeNA と交渉できる立場にない。だから、ハマスタの鶴岡社長と交渉して、スタジアムの改修工事費用を DeNA が負担することや、集客プランを話して、サクッとスタジアム使用料の減額に成功したぜ。ただ、それでもベイスターズにとって苦しい条件だし、DeNA は黒字化のために、ハマスタ買収へと進んでいくぜ。2012年に入り、キャンプがスタートしたぜ。中畑監督の熱血指導あるのかな？監督が最初に指導したのはこれだ。俺が、おはようって挨拶したら、おはようって返せよ。何それ？選手は挨拶さえ返せないほどダメになってた。さらに中畑監督は、こう告げる。ふざけた髪型をしてる奴は試合に出さない。番長は、坊ちゃん狩りになっちゃうの。番長はリーゼント OK だ。ちゃんと野球をやることは中畑監督もわかってるからな。問題は野球をちゃんとできないのに、髪型とか野球以外のことを気にしてるダメな選手たちだ。まあ、技術の向上や連携以前に、挨拶しましょうとか、幼稚園状態からのスタートとなった。キャンプの手応えはあったの？監督就任から1ヶ月しか経ってないから、キャンプメニューを考える余裕もないし、選手の記録もないから、どんな選手なのか把握したり、コミュニケーションを取るだけのキャンプとなってしまったぜ。シーズンはどうなったの？2012年は、当然ぶっちぎりの再開で終わるぜ。少しは新監督に期待してたのに。おい、主な戦力は、腐った若手と、他の球団で、煙たがられて横浜に来たベテランだぞ。まともな人はいても、怪我で試合どころじゃない。誰が監督やっても勝てんわ。これはひどい。それでも中畑監督は選手のせいにせず、悪いのは自分だと頭を下げ続けた。さらに、態度の悪い奴は、主力だろうと二軍に落とし、厳しく教育して、TBS 時代に荒らされた現場の修復に努めたぜ。チームは弱いままだが、変わっていったこともある。何が変わったの？一つ目は、フロントと現場の関係だ。以前はフロントが采配に口を出しまくっていたが、高田 GM は一切口を出さなかった。どうしても采配に納得がいかない時だけ、説明を求め、監督やコーチの権限を大切にした。また、池田社長も現場のミーティングに参加をしたぜ。監視されてるみたいで、嫌じゃないの？めちゃくちゃ嫌がられたが、いるだけですから、と言って、ミーティングには一切口を出さなかった。ミーティングに社長がいるのが当たり前という空気に変わってから、あの場面はもったいなかったですね、と言って、選手が試合の反省点を振り返る習慣もつけ、監督やコーチをフォローしていった。以前はめちゃくちゃだった現場とフロントの信頼関係が、徐々に改善へと向かっていったぜ。
他に変わった点は何さ。わずかではあるが、客足が戻ってヤジが減った。なんで戻ってきたの？後の施策も交えて説明してくぜ。池田社長は中畑監督に取材は全部受けてくれ、というお願いをしており、プロは注目されてなんぼ、と考えている中畑監督も、これを了承し、メディアに出まくっていたから、ベイスターズに対する注目度が変わってきた。なるほど。県内の駅や役所でベイスターズの PR をしたり、街頭ビジョンで試合の放送もスタート。他にも、ビアガーデンの設置、ニコ生での試合中継、オリジナルビールの開発などもやっていった。これで新規客は来るものなの？まあ、ライトなファンや、テレビで野球を見る層にとって、スタジアムというのは未知の空間だ。メイド喫茶だって、知らない人にとっては、中で何が行われているかわからないから怖い。でも、テレビで中の様子が紹介されることで、多くの人が、こういう店なんだ、と理解をする。同じように、ベイスターズがどんなことをしているのか、誰もがわかる状況を作っていき、スターズに触れたことがない人や、離れてしまったファンとの、心理的な距離を縮めていったり、ビアガーデンや、オリジナルビール開発で、野球に興味がない人も、ハマスタに訪れるきっかけを作っていった。ほえー、なるほど。でもって、ファンクラブ特典を充実させて、来場回数が多いほど良いことがある状況を作り、リピーター確保していった。こういうのって、どこの企業もやってない。その商売の基本が今までできてなかったんだ。あ、そうか。こうした集客によって、観客動員数とファンクラブ会員を、ガンガン増やしていったぜ。集客がうまくいってよかったね。こうした試みも、ファンから愛想を尽かされていたせいで、最初は大変だったんだぜ。なんかトラブルでも起きたの？最初の横浜スターナイトというイベントの時だ。観客にペンライトを配布し、試合後にみんなで球場をライトアップ。あら綺麗。スターマンとチアのお姉さんたちが踊り、最後に選手たちが挨拶をするという流れなんだが、この日は試合に負けたせいか、イベントが始まると、踊っているスターマンとチアのお姉さんたちに向かって、怒号と共にペンライトが投げつけられた。ショーの最後に選手たちが挨拶をする予定だったが、さすがに選手たちは出て行きたくない。でも中畑監督は、会社の人が頑張って満員にしてくれたんだ。全員並ぶぞ。そう言って、選手たちに挨拶をさせた。霊夢なら、その雰囲気の中、挨拶に出たくないよ。純粋にショーを楽しんでいる人も多くいたからな。選手にきちんとファンと向き合う姿勢を持たせて、ファンとチームの関係も良くしていこうとしたぜ。こうした裏で、池田社長は、スタジアムの買収に向け、ハマスタ株主を集めて説明会を開催した。説明会はうまくいったの？全くダメだった。株主たちは TBS 時代の惨状を見ているから、DNA のことを全く信用していなかった。さらに、個人株主を中心に、TOB という言葉のイメージだけで、悪いことと考えている人も多く、信頼がゼロどころか、マイナス状態で、ただの説明会なのに、ヤジまで飛ぶ始末だ。これは無理なんじゃないの？めげずに、何度も説明会を開催し、現状を伝えるとともに、少しずつ、株主たちとの関係を構築していった。とにかく、新球団1年目は、まだまだひどい状態ではあるが、何かが変わる気配を感じさせつつ、次のシーズンへと動き出すぜ。中畑監督が口酸っぱく言ったにもかかわらず、キャンプにわけのわからない髪型で来る選手や、ロールケーキ食べ過ぎで、激太りする選手など、相変わらず、ひどい状態ではあったが、挨拶くらいはできるように選手も少しずつ変わっていった。ここで、中畑監督は、たるんだ精神と技量を叩き直すため、精魂尽き果て、夜には立てなくなるような、魔女大興奮の地獄のキャンプメニューを作る。いきなり飛ばしてきたね。以前は一生懸命やってる、という理由でスタメンになれるほど、ベイスターズの状態は悲惨だったからな。叩き直しと、早急な立て直しのため、劇薬が必要だ。その甲斐あってか、シーズンが始まると、ブランコがホームランをポンポン打ち、投手陣も奮闘して、前半戦を終えて3位につける。おお、やったね。しかし、後半に入ると失速。長年の練習不足による連動低下で、守備の失策も多く、一勝が本当に遠かった。今までならここでシーズンをぶん投げ個人プレーに走るが、諦めずに戦えるようになり、6年ぶりに再会を脱出したぜ。変わってきたね。そして、ハマスタに客足も戻ってきたぜ。2014年はもっと勝てるようになるかな。ところが、また正捕手の鶴岡和成を放出するという、大チョンボをやらかす。またキャッチャー放出したのか、得点源となるブランコが怪我で離脱。中村のりひろをチーム方針に従わなかったとして、懲罰降格させ、得点力不足に陥ってしまう。なんで得点源を降格させるの？中村のりひろを懲罰降格させるのは、これで二度目でな。中畑監督としても、戦力を失うのは辛いが、一人のわがままを許すと、その選手のための野球をすることになり、チームが崩壊すると考え、降格させた。個人のわがままを許すと、辛い時代に戻りかねないもんね。一方でチームに良いこともあってな。井上、山口、久保ら投手陣が活躍し、長年苦しんだ投手不足に明るい兆しが見えてきた。それに、中畑監督は、まだ戦力として心もとない筒香を、我慢強く使い続けた。
号は、故障離脱がありながらも、22本塁打、77打点と好成績を残すぜ。次の世代も育ってきてるね。ただ、相変わらず守備のエラーも多く、2014年は5位で終えたぜ。A クラスとの差が、少なくなってきてるね。梶谷の盗塁王獲得や、投手陣が月間 MVP 獲得など、確実にチームは変わり始めたぜ。そして、2015年、4番筒香をはじめとした打線が爆発。内野守備もロペスや倉本の加入で改善。ルーキーの山崎康明がクローザーとして9試合連続セーブを達成。序盤から快進撃を続け、ついに、ベイスターズは、2898日ぶりの単独首位となった。5月の月間順位も単独首位。もはや、挨拶すらできないような選手はいないし、かつて、ガラガラでヤジだけがよく聞こえたハマスタは、チケットが入手困難になるほど、ファンで埋め尽くされていた。長かった。ここまで来るのに本当に長かった。とうとうここまで来たんだね。この後、2015年のシーズンはどうなったの ?80 敗してまた最下位で終わった。あんた何言ってんの?夏頃になると、筒香をはじめ、主力選手が次々と故障する。前半戦は守備でミスがあっても、攻撃力でカバーしたが、主力の怪我によって、守備のミスを攻撃でカバーできなくなった。悔しいけど、これはもう不運だから、来年こそ監督とみんなで A クラス入りを。それは無理だぜ。再開で終わった責任を取るため、中畑監督は辞任を表明した。監督のせいじゃないよ。新オーナーとなった難波智子も続投の説得をしたが、中畑監督は、けじめはつけなきゃいけない、と言い、ベイスターズ監督を退くことになる。挨拶もできない、どうしようもなかった集団を、最後まで諦めない戦いをするチームに育てた。中畑監督の4年にわたる戦いが終わり、最後にファンに対し、こう言ってチームを去った。そして、この後、スタジアム問題に決着がつく。2015年は観客動員数が180万人を超え、チケットが入手できない試合も珍しくなかった。黒字になるかな?大赤字だ。はぁ?この事実は株主たちに衝撃を与えた。赤字の原因は、ハマスタにあることを、ようやく株主たちは分かってくれた。また、中畑監督と共に、奮闘するチームを見て、DeNA は真剣に球団運営をするつもりだと理解もしてくれた。こうして、ハマスタは DeNA に任せるべきだ、という声が大きくなり、反対派を押しのけていく。TOB 成立となって、ベイスターズは黒字になるぜ。ラミレス新監督のもと、2016年のシーズンを迎えるが、4月末の時点で9勝18敗、セリーグ全チームの借金を背負うという悲惨な状態になる。また最下位になっちゃうのか。ところが5月から見違えるように復活した。投手陣で試合を作って逃げ切るようになり、チームは勢いを取り戻したぜ。少し前まで、投手不足だったのに、先発陣が不調に陥り、危ういところもあったが、3位を守り切り、球団初のクライマックスシリーズ出場、11年ぶりの A クラスを確定させた。CS はどうなったの?巨人を相手に勝利するが、ファイナルステージで広島に敗れ、日本シリーズ出場を逃してしまう。残念だけど、広島も強かったしね。この時、球団として未経験だった短期決戦の戦いを、経験できたことは大きい。そして、2017年は CS を勝ち抜き、19年ぶりの日本シリーズ出場を決めた。ついにやったのね。日本シリーズは力及ばずソフトバンクに敗れたが、苦しい暗黒時代は、こうして終わった。ほぼ1からのスタートだったけど、かなりのスピードで立て直したよね。そうなんだが、球団単体でしっかり利益を出す手堅い経営があだとなってるのか。NPB が選手に対して行った契約更改の満足度調査では、ベイスターズがぶっちぎりの最下位になるなど、まだまだ課題は多いと思われるぜ。DeNA になってから、TBS 時代のような、悪い話がないのは、どうしてなの?球団に関わった、選手をはじめ、コーチ、監督、記者からも、悪口しか言われない状態が、そもそもおかしい。そうか、じゃあ、今回はこの辺にしとくぜ。チャンネル登録してくれると嬉しいよ。ご視聴、ありがとうございました。